皆さんどうもどうも、ハラハラ J6 のハラハラです。皆さんいかがお過ごせでしょうか。早速ですが、今回はラウドロック好きに聞いてほしいビジュアル系バンドを取り上げていきます。まずこのチャンネルを見ていただいている方のほとんどがラウドロック好きであったりだとか、メタル好き、もしくはビジュアル系好きっていう方がほとんどだと思います。僕も昔はそうだったんですけど、ラウドロック好きの方の中にもビジュアル系はちょっと聞けてないなという方も多くはいるとは思うんですよ。ですので今回はラウドロック好きの方々に初めてのビジュアル系を進めていくというスタイルで進めていければと思います。あくまで僕もビジュアル経歴7年のペーペーではあるんですけど、僕の経験だったり主観を交えてご紹介させていただきますので、皆さんのご意見、そして僕の説明に対する不足点などがあればぜひコメントで教えていただければ嬉しいです。まずは名前だけでも知ってる方がほとんどだと思います。リンチです。リンチは2004年に結成された、今年20周年を迎える歴史のあるビジュアル系バンドです。武道館公演を行っているバンドなので、ビジュアル系の界隈で名を馳せているバンドですが、コールドレインやクロスフェイスなどのラウドロックバンドとの対バンやフェスへの参加もしているので、ラウドロック好きをビジュアル系に引き込んでいった先駆者とも言われているバンドです。特に2020年のブレアフェスでのペイマネートゥーマインペインで、コールドレインのマサトとツインボーカルでリザレクションを歌っていたのは感動的でした。主に楽曲ではボーカルがクリーンパートがメインの中に、アクセントでデスボイスが使われていて、今回紹介する中でも皆さんがイメージするラウドロックに近い曲調のバンドだと思っています。加えて日本語詞の曲が多くを占めているので、日本語詞がメインの曲に抵抗がないようでしたら、ラウド好きの方にとっては一番聴きやすいビジュアル系バンドだと思いますね。リンチ初心者におすすめしたいアルバムとしてはギャロースですかね。ラウドロック的要素が強いアルバムなので聴きやすいということはもちろんですけれども、葉月さんのビジュアル系特有の妖艶かつ歌謡テイストな美しい歌声というものも体感できると思いますので、これを聞いてビジュアル系という存在自体にもハマってほしいかなと思います。先ほども言いましたが、コールドレインやクロスフェイスなどのラウドロックバンドとも親交が深いバンドにはなりますので、今後ラウドロック系のフェスに出てくる可能性も十分にあります。ぜひそのための予習だと思ってとりあえず手をつけていただければと思います。余談になりますが、リンチはリンチではなくリンチ点になりますので、お気をつけください。 X とかインスタの SNS に投稿するときには点をつけましょう。続いては10代20代は意外と聞かれていないでしょう、ガゼットですね。ちなみにザ・ガゼットではなくガゼットと読みます。僕も昔間違えてました。ガゼットはビジュアル系が衰退していたとも言われていた2000年代に V 系の再ブームを巻き起こしたネオビジュアル系と呼ばれているバンドです。当時はシドなども含めたネオビジュアル系四天王とも言われていました。幕張メッセなどでのアリーナ公演も複数回、そして武道館も複数回、東京ドームでライブをするほどの人気を誇っているバンドです。リンチと比較した時には、どちらかというとビジュアル系の界隈のライブに基本的には出演しているバンドなので、ラウドロック好きにはあまり馴染みはないバンドなのかなとも思いますね。ただルキさんの高い歌唱力に程よくデスボイスも使われていて、現代のラウドロックバンドでも対応されているエレクトロ、電子音も多く取り入れているので、近年のニューコア的なラウドロックが好きな方でも手はつきやすいかなとも思いますね。個人的におすすめしたいアルバムとしては王道のトキシックですかね。軸は激しいサウンドになりますが、キャッチーなメロディを取り入れた曲が多いので、まあ、比較的聴きやすいアルバムだと思いますね。ただもう少しヘビーなサウンドとデスボイスを体感したいのであればナインスかなと思いますね。ガゼットの中でもヘビーな楽曲が比較的多いイメージのアルバムですね。でここら辺のアルバムでガゼットの良さに気づいていただいて、いろんなアルバムを掘ってもらって、最終的にはガゼット初期の異端時代の曲にも触れてもらえたら嬉しいですね。最近ラウドロックを知ったという方々であったりだとか、今の10代20代の方々は聞いたことはないと思うバンドだと思いますが、これを聞くことでビジュアル系ラウドロックの扉を開けるきっかけになると思いますので、責任は取れませんが騙されたと思って聞いてください。続いては今回一番激しいでしょう、デクスコアですね。デクスコアはビジュアル系×メタルコアをテーマとしたバンドで、メタル界隈やビジュアル系界隈でも根強いファンを獲得していて、近年のビジュアル系界隈でも勢いのあるバンドの一つと言っても過言ではないと思います。デクスコア初めての方におすすめしたい曲は最近リリースされた Steel Alive ですね。個人的にこちらの曲はデクスコアの楽曲の中でも一番ラウドロック的要素が強い曲だと思っていて、シャウトを入れるタイミングと地声が混じった声質に加えて、人間の生き様をテーマにしている曲ということから、 PTP へのリスペクトを感じるような一曲になっています。ちなみにボーカルの鏡さんも K 君のことをめちゃくちゃリスペクトしています。まあ、基本的にはラウドロックというよりもメタル色の強いバンドだとは思いますので、まあ
メタルに耳が慣れていないという方にとっては少々重すぎるバンドだとは思います。ただ王道なところで言うとクリスタルレイクやペールダスクなどのメタルコア要素のあるバンドを通ってきた方々でしたら全然耳も慣れていますし、シャウトの本質も若干似てるところはありますので違和感なく聞けるとは思いますね。ライブに関しては基本的には小箱でメタル界隈やビジュアル系界隈のイベントに多く出演してきましたが、クロスフェイスのツアーにも対バンで参戦することが決まっているので、これがきっかけで例えばデッドポップやブレアなどのフェスにも呼ばれて、ラウド界隈であったりなんならライブキッズ界隈にも浸透していけたら嬉しいですね。余談にはなりますが、リンチもデクスコアも地元が名古屋ということで、ラウド系でいうと代表的なバンドはコールドレインがいますし、なんでしょうね、名古屋はヘビーミュージックの聖地なんですかね。ラストは市場も込めてムックです。僕自身は初めて聞いたビジュアル系バンドがムックだったんですよ。ムックは今回紹介する中でもシャウトやデスボイスをまあそこまで対応するというスタイルではありませんが、ラウドロック的要素もまあ全然あるバンドだと思っているので紹介させていただきます。ムックは結成が1997年と今回紹介するバンドの中でも一番ベテランのバンドになります。余談にはなりますが、皆さんの身近なフェスで言えばロックインジャパンなどのロキノン系のフェスにも継続的に出演しているバンドでもあります。ちなみにロットンやオーラルもムックのトレビュートアルバムに参加しています。このバンドの持ち味としてはヘビーメタルのサウンドに、なんといってもボーカルの達郎さんの太く芯の通った歌謡テイストバチバチな歌声ですかね。でその反面爽やかでキャッチーな曲も作れるので結構隙がないバンドだなと思ってますね。で特に聴いていただきたいアルバムが脈拍とトレンディーですかね。ラウドロック的要素のある曲に加えてメッセージ性のあるキャッチーな曲までバランスよく取り揃えられているアルバムたちだと思います。個人的にはメジャーデビューしたてあたりのムックが好きで、今でこそボーカルの達郎さんは丁寧に歌い切るようなスタイルに変更されている印象ですが、昔は結構かなりも入れた泥臭い歌い方をしていました。特にホムラウタというアルバムは当時の良さが分かりやすく現れているアルバムです。ラウドロック好きに対しての初めてのビジュアル系として進めるには、ビジュアル系独特の歌謡テイストな歌い方が強いバンドではあるので、初手ではちょっと気が引けちゃうのかなと思うバンドですね。僕としては好きなバンドなんで聞いてほしいんですけど、まあ、あくまでガゼットであったり、リンチを通った上でビジュアル系のサウンドに慣れてもらってから聞いていただきたいですね。以上がラウドロック好きにおすすめしたいビジュアル系バンドでした。もっとヘビーなビジュアル系とか X みたいに昔のビジュアル系進めた方がいいんちゃうかみたいな意見もあるとは思うんですけど、個人的には一旦ラウドロック的要素が強いバンドを聞いてもらってから、でその派生でディル・アングレイとかの VK メタルの方向に行くのか、またはビジュアル系そのものにハマっていくのかっていう人それぞれで枝分かれはあるとは思います。ですので一旦はラウドロック系のバンドから入っていただいて、後々ビジュアル系のファンになってもらえたら嬉しいかなと思います。ラウド好きの方に関しては今回紹介したバンドをぜひ聞いていただきたいのと、ビジュアル系好きの方々に関しては今回紹介したバンド以外にももっとこんなバンドいるよとか、はたまた僕に対してのご指摘がございましたらぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。当チャンネルではビジュアル系ラウドロックをメインとした邦ロックについての動画を投稿しております。ビジュアル系ラウド好きの方もぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。